学生寮に入って1年目の夏、久々に実家に帰省した俺を待っていたのは、優しくてエッチなお姉ちゃんたちだ。おかえりなさい、ボクくん。どうしたの？帰省で疲れちゃった？大丈夫、部屋に荷物を置いてくるよ。あれ、お前帰ってきてたの？なんか邪魔入ったし。荷物置いたらこっち来てね。俺、エッチなお姉ちゃんたちの攻撃に耐えられるかな。どうしたの、僕くん。またメグにからかわれちゃったの？あ、いや、その、え、パンツ？ふーん、メグがね。ねえ、お姉ちゃんのパンツも見たい？え、いいの？メグに内緒にできるならもっといいことしてあげる。うん。いい子ね。なあ、さっきあや姉と何してたんだよ。別に何も。ふーん。ま、いっか。しょうがねえな、あや姉には黙っとけよ。あや姉には渡さねえから。